経済成長論をこれからやっていきたいと思います。経済成長論はですね、マクロ経済学の醍醐味というか、一つのメインの、フィールドなので、ね、ちょっと時間をかけてしっかり丁寧にやっていきたいと思います。まず、今回はですね、経済成長論、実際に、マルサスさんのモデル、ドーマーさんのモデル、ソローのモデルって、この3つを紹介したいと思うんですけれども、今日はその前に、経済成長論って、どういうものなのか、という話、それからこれらのモデルを、スムーズにですね、すんなり理解していくためにこう必要な予備知識っていうものをちょっとやっていきたいと思います。まず、経済成長論に限らないんですけれども、ちょっとこの同学モデルという言葉を皆さんに知っておいてもらいたいと思います。同学の反対が静学、静かな学と書いて静学モデルっていうものなんですけれども、基本的に今まで皆さんに紹介した45度線モデルとかですね、あるいは需要曲線と供給曲線のね、交点で、見えざる神の見えざる手で価格が決まる、あんな経済のモデルも、静学モデルと呼ばれています。どういうことかっていうと、時点が一つしかない。特にですね、現在、過去、未来っていうものが明確に定義されていない。モデルのことを静学モデルといって、でその反対にもモデルの中にちゃんと現在があって、で未来があってっていうですね、この時点が複数あるモデルのことを同学モデルというふうに言います。45度線モデルとか ISLM モデルをちょっと思い出してもらうと、分かると思うんですけど、投資とかね、貯蓄とか、あるいは、インフレーションとか金利とか、こうまさに未来があっての概念だと思うんですよね。投資とか金利とかインフレーションってね。でもその割にはモデルの中に、現在、それから1年後、2年後、3年後っていうものがこう明確には定義されてなかったと思うんですね。経済成長論ではそこのところしっかり後でこれらのモデルを見ると分かると思いますけれども、今日が0時点で、来年が1時点、2時点、3時点っていうふうにですね、こう時間が経過していく、そういうふうなモデルになっています。そういうモデルのことを同学モデルと言いまして、経済成長とか景気の動向、それから資産価格の変動、投資、インフレ、こういったものを分析する場合には、基本的には同学モデルを、やるというのが最近の、現在の経済学のトレンドになっているということです。さあ、実際のモデルの前にいくつか、経済成長論をやっていく上での予備知識を紹介していきたいと思います。一つ目がですね、このフロー変数とストック変数、前もちょっと出てきたんですが、この二つのちょっと違いをですね、しっかり、もう一回皆さんに確認してもらいたいと思います。まあ、この水槽のイメージだと思うんですよね。水槽の中に溜まっている水がストックで、そこからそこに入ってくるのがインフロー、それから出ていくのがアウトフローということで、その出入りですね、出入りがフローということになります。例えば人間の体で言ったら、ストック変数何かって言ったら、体重が一つのストックですよね。今月最初の体重とかね。でフローは何かって言ったら、日々の増減、その期間中の増減、何キロ減った何キロ増えたというのがフローになります。人口で言ったら、そのある年の1月1日の人口、2月1日の人口、そういったものがストック変数で、でその期間中のですね、何人亡くなった、何人生まれたって、何人、移住してきた、あるいは移民として出ていった、こういったものがフロー変数ということになります。溜まっているのがストックで、出たり入ったりしている量がフロー変数ですね。雇用であれば、ある企業の従業員数というのがストック変数で、新たに入ってくる採用される人、あるいは離職する人の数がフロー変数ですし、銀行預金で言ったら、銀行の預金残高がストックになって、そこに新しく預金したり引き出したりするものがフロー変数ということになります。この2つが大事なのがですね、ちょっと混乱が起こることがあるんですよね。例えば、あの人はお金持ちだとか裕福だとかって言った時に、ストックが多い人なのか、あるいはフローが多い人なのかですね。もちろんお金持ちで大体両方多いと思うんだけれども、例えば、
実業家でもうご高齢で、まあ、ストックはたくさんあるけれどもフローはもうそんなね、ないという人も、まあ、まあいないとは思うけれどもそういう人もいるかもしれないし、逆にその若い実業家の人で、貯蓄は全然ないけれども貯蓄っていうかその今までのストックはないけれども年収は大きいという人はいるかと思います。蓄積されてきたものがストック富ですね、資産ですね、それに対して年収みたいなものがフロー変数ということになります。国の財政ですね、財政で借金が多いなんてね、借金、の話がよく出ると思うんですけれども、いわゆる財政赤字、財政赤字ってよく聞きますね。財政赤字はこれどっちかっていうとこれはこのフローの方ですね。その年に、まあ、税収から支出を引いてこれがマイナスになると財政赤字というふうに呼ばれています。借金が多いといった場合、例えば国民一人当たり何百万円の借金をしているとかね、そういうふうに例えばもう1000兆円の借金があるとかっていった場合にはそれはストックの方です。ストックの方です。ストックが大きくても借金が大きくても財政赤字がなくて財政黒字をね毎年毎年出しているっていうんだったらそんなに心配いらないかもしれないし、逆に毎年毎年赤字、財政赤字が続いていてもですね、こっちの借金が全然少なくて、ストックの方のね借金が少なくてまだまだ借金する余裕があるというんだったら、それはそれでそんなに心配ないかもしれない。大事なのはですね、この2つですね、2つの区別が大事ということです。はい、企業会計で言ったら貸借対照表の項目ですね、資産項目、負債項目、あちらがストック変数ということになります。期首のストック、期末のストックということですね。それに対して損益計算書の方の項目がフロー変数ということになります。はい、そして最後ね、本題ですけれどもね、マクロ経済学の投資ですね。マクロ経済学の経済成長とか投資の話をしたときに、まず GDP はね、GDP は個人で言ったら年収だから、まあ、フロー変数だよっていう話をしたと思うんですけれども、貯蓄とか投資ですね。貯蓄とか投資とか、こういったものもフロー変数になります。マクロ経済学で投資とか貯蓄といった場合には、その年に新たに投資されたもの、その年に新たに貯蓄されたものというものが貯蓄と呼ばれるので、投資、貯蓄はマクロ経済学においてはフロー変数だというふうに覚えておいてください。逆にですね、こう貯蓄した、投資した、で、こう設備とかインフラとかそういったものがどん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 積み上がっていく、道路がどん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 伸びていく、ダムが作られる、あるいは企業の工場が増えていく、建物が増えていく、そうやって増えていった過去の蓄積ですね、蓄積の方は、まあ、資本ストックとマクロ経済学ではよく言うんですけれども、こちらはストック変数ということになります。はい、ストック変数とフロー変数のね、区別しっかりつけておいてください。基礎知識の2に行きたいと思います。はい、これ実はもう以前も紹介しましたので、再びここでは説明しませんけれども、皆さんにちょっと思い出してもらうためにね、マクロ経済学の貯蓄投資の話でしたね。いわゆるこう個人間でお金を貸すとか融資する、銀行にお金を預ける、銀行からお金を借りる、あるいは政府の国債を買う、国債を売る、こういったファイナンス上のね、投資とか貯蓄っていったものは、マクロ経済学ではそれだけではね、貯蓄投資にはならないっていう話でしたよね。もちろん、この金融っていうのは、実際の投資や貯蓄をね、促すための、スムーズにするためには、この金融って欠かせないんですけども、これそのものは、貯蓄投資にはならないよということでした。実際のリソースですよね。実際のリソースが例えば企業の設備投資や研究開発に使われる、人々の教育とか国のインフラ、こういったものの整備に使われる、あるいは人々がね、こう知識を蓄える、教育を受ける、こういう行為によって貯蓄投資が起こるんだということを説明しました。で、逆に例えば漫画を買って読むとかね、あるいはそうですね、医療サービスを受けるとか、車を買うとか、こういったものは消費だよという話をしました。
なんかね、こういう話をすると、消費はお金を無駄に使うことで、こう投資ってなんかこう有効活用することなのかとかって勘違いする人がいるんですけども、もちろんそういうことではありません。そういうことではありません。投資何だったかっていうと、もう一回ね、投資の定義を思い出してもらいたいんですが、今消費しないで、将来の消費のためにね、お金を使うことが投資でした。消費が意味ないんだったらね、投資も意味ないということになりますからね、将来の消費のために行うのが貯蓄投資ですからね、現在か未来かの違いです。消費が、消費をね、がメインの目的だということを忘れないでください。ということで、これマクロ経済学の貯蓄投資のイメージをもう一回復習しておいてください。これが経済成長を学ぶ上での、基礎知識にということになります。はい、今度は基礎知識の3番ということで、先ほどもちらっと出てきた資本について話したいと思います。で、資本って何かっていうと、まあ、さっきのフロートね、ストックで言ったら、資本はストック変数ということで、まあ、資本ストックとも言うよという話でしたけれども、経済学の文脈での資本って何かっていうとですね、これミクロ経済学じゃなくてマクロ経済学も含めてですけれども、経済主体が蓄積した将来の生産所得につながるもの、将来の生産所得につながるもの、これを資本というふうに呼びます。例えばですよ、例えばこう金融資本、ちょっといくつかね、ここに区別を置きましたけれども、金融資本っていうふうに呼ばれるもの何かって言ったら、これはもちろん、債券とか株式とか、あるいは海外の資産みたいなものでですね、こういうものを持っていると将来金利とか配当とかそういう収入を得て、所得を得られるということで、金融資本というふうに呼ばれています。将来の生産につながるものとしては、例えばまず物理的資本があります。これは、例えば農業で言ったら農地や漁場、あるいは住宅やビルですね、それから工場、そういったものも入ります。あるいはその国のダムとか発電所とか空港、港、鉄道、道路、そういったインフラですね、ネットワーク関係のインフラも当然含まれます。それから企業の生産設備ですね、プラントや工場や機械設備、こういったものが物理的資本というふうに呼ばれるものです。将来の生産所得につながるものであるもので、こう経済主体が蓄積したものであれば、目に見えなくても資本と呼ぶことはできると思います。ヒューマンキャピタル、人的資本と呼ばれるもの、これ何かっていうと、例えばもうその人のもう健康な体、労働力とか、それから学歴とかね、知識、経験、スキル、ノウハウ、こういったものは人的資本と呼べると思います。ちょっと変わったもので言えば、前近代のですね、前近代の奴隷資本。これも、人のね、人に関する資本ということで、人的資本の歴史的な例というふうに考えることもできると思います。はい。それからですね、まあ、人的資本は基本的にはこの前近代の奴隷資本を除くと、なんていうんですかね、その資本を持っている人、所有している人に、結びついてですね、そこはもう切り離せないんですけれども、切り離して、ね、他の人に使ってもらうことが、ね、できる場合もあります。それ、人的資本からちょっと切り離してですね、技術とか知識、そういったものですね、こういったものも資本というふうに考えることができます。例えば知的財産、新技術、ソフトウェア、アプリ、著作、アイデア、数学の定理、そういったものもね、全部含みます。こういったものも当然経済主体が蓄積して、そして将来の生産や所得につながり得るものということで、知的財産も資本と考えることができるかと思います。あるいは企業がこう、積み上げたこう信用とか評判とかブランド、こういったものも将来の所得につながりますので、資本と呼んでいいかと思います。で、資本ってすごい広い言葉なので、まあいろんな文脈によってですね、これが資本に含まれたり含まれなかったりとするんですけれども、そうですね、ちょっと見ていきましょう。金融資本の文脈での
金融投資の文脈での資本というのは、この投資家の将来の利益の元になる原資ということで、この金融資本ですね、金融資本のことを投資の文脈では、金融投資の文脈では資本と呼ぶということです。これは先ほどお話ししました。マクロ経済学上のこの理論的な資本といった場合にはですね、個人というよりも一国が蓄積した国トータルですね、この国の全ての人のトータルで蓄積された将来の生産や所得につながるものということで、基本的にはこの物理的資本とか人的資本、技術、知識、こういったものが含まれます。株式とかね、あるいは債券とか、こういったものは一国を考えた場合には、貸す人あれば借りる人ありですからね、こういったものは金融、こういう金融資産はマクロ経済学上の資本ストックには含みませんということです。はい、これ大事ですね。はい、皆さんが株をね、トヨタの株を例えば100万円買ってもですね、それ自体は、はい、マクロ経済学上の資本ストックにはカウントされないということですね。そのトヨタがですね、その100万円を使って何か新たな、例えば何か工場とか R&D とかに投資する、投資して初めてその100万円分の投資がなされた、資本が積み上げられたというふうに考えるということですね。はい、で理論上はもういろんなものを含んでいいと思うんですけれども、実際にそのデータ統計で計算する場合ですね、政府が出している国民経済計算、この文脈での資本ストックといった場合には、理論上将来の生産所得につながる蓄積されたもの全てを含むわけではなくて、その中で一応測定可能なものということになります。なかなかこの人的資本ね、人々がどれぐらい勉強したかとか、企業がどれぐらいこうノウハウを積み上げたかというのは、なかなかここは測定できませんので、この辺は国民経済計算の資本ストックには含まれないということになります。あとちょっとおまけですけれども、経済主体が蓄積した将来の生産所得につながるものということで、皆さんがひょっとしたらイメージするものの一つとして、この企業会計に出てくるバランスシートの左側の項目ですね、資産項目、これもちょっと資本に似ているかと思います。はい、企業内に蓄積された将来の利益の元となるものということで、有形なものということで、これも資本のイメージに近いかなというふうに思います。ただですね、企業会計の資本、もうちょっと資本って呼ばないのかもしれないけど、昔は企業会計のですね、右側の項目ですね、バランスシートの右側の項目で、負債とその株主資本のね、純資産、純資産をですね、昔はキャピタル、資本っていうふうに呼んだんですね。これはもうそういう呼び方しないんだったら、これは無視してもらって構わないんですけども、あそこの部分ですね、あそこの部分の資本というのは、これはちょっと、将来の生産所得につながるものという、この定義からちょっとね、それているので、これはちょっと資本違いということで、混乱しないようにね、お願いします。これはちょっと、役者が悪いというか、ちょっと言葉の使い方がね、あまり良くなかった、不運な例だと思うんですけども、どちらかというと企業の文脈では資産項目がこの経済学の資本という概念に近いかなと思います。経済主体が蓄積してきた将来の生産所得につながるものということです。はい、次はこの、ちょっと理論をこれからやっていくということで、準備知識4番ということでですね、この生産、消費、投資、貯蓄、これのイメージを簡単化するための工夫ですね。工夫をちょっとここでやっておきたいと思います。基本的にはですね、経済成長論のイメージって、こう作られたもの、GDP ですね、生産されたものを、じゃあ今すぐ消費して楽しんでしまうのか、使ってしまうのか、それとも将来の消費につなげるために、貯蓄投資するのかと、この消費するのか貯蓄投資するのかっていうのが、この経済成長論の考え方なんですけれども、イメージね、例えばじゃがいもとかお米みたいにね、この今食べるか、それとも倉庫に保存しておいたり、場合によってはこの種芋として、あるいはこの苗としてね、
この将来のためにその種としてこう植えて将来もっと収穫できるように投資するのかっていう、このまあじゃがいもとかお米のイメージだとかなりイメージしやすいと思うんですね。この作られたものを今食べるか、それとも将来のために取っておいたり、植えたり投資したりするかっていう、この区別はつきやすいと思うんですね。あるいはロビンソン・クルーソーのね、例え話も前したかもしれませんけれども、その例えばこう木材、あの木をですね、木材としてこう小屋を建てたり、魚を取るためのこうボートを作ったりですね、あるいはこう何か獲物を取るための罠を作ったりというようなものにその木を使うのか、あるいはこう寒いから薪として燃やしてこう暖を取るためにこう消費するのかっていうイメージでもいいと思うんです。それでもこのイメージしやすいと思います。実際はですね、実際はなかなか、なんというか、そのいろんな農作物や工業製品や、あるいはこう燃料やね、それからサービスといったものが GDP には含まれるので、含まれるんですよね。この生産物をじゃあ消費するか、投資、貯蓄投資するかっていうこのイメージを現実にはちょっとやりづらいんですね。っていうのはまあ理由が2つあって、今言ったように1つにはもうこういろんな財やサービスがあるということ、もう1つはですね、基本的にはこの消費したり投資したりって、この基本的にはこの取引とか給与とか賃料とか配当とか、こういう所得とかこういったものって基本的にはこう物ではなくて、お金を介して行われるんですよね。はい、物だけでなくお金が介在するっていうのが、かなりこのちょっとイメージを難しくするっていうかですね、理論の理解を妨げることがあるので、ちょっとこういうふうにしたいと思います。こういうふうにしたいと思います。経済成長論を勉強している間はですね、このさまざまな財やサービスですね、これなんかこう一つのですね、何かこう万能ないろんなことに利用できるリソース、いろんなことに利用できるリソース、まあ、この講義ではマジカルポテトというふうに呼びますけれども、まあ、そんなものとしてちょっとイメージしてもらいたいと思います。まあ、そのイメージが、場合によってはそのイメージがこう間違っていて弊害を生むということもあるかもしれませんけれども、基本的には先ほど紹介した理論をまず理解してもらうためには、そのね、イメージがね、助けになるかと思います。ということで、まあ、一般的な財ですね、さまざまな財やサービスをひっくるめたこの、まあ、一般的な財も食べてもいいし、燃料として使ってもいいし、何かこう積み上げれば建物にもなる、そんなこう万能なリソースですね、そんな万能なリソースをちょっとイメージしてもらったら、これからお話しする生産、消費、投資、貯蓄、こういったものがイメージしやすくなるかと思います。でこれをまあ、どれぐらい毎年取れてんのというのを測ったものが GDP というふうに理解してください。で、このマジカルポテトというか、そのまあ一般的な財ですね、一般的な財を理解してもらって、で、このもうすべてですね、すべてその誰かに融資するとか、貸すとか、納税を納めるとかですね、そういったものも全部このもう財でちょっと理解してもらって、で、あるいはこう消費するっていうのはそれをですね、今食べる、投資するっていうのはそれをこう投資に使うっていう風な感じで、全て財でイメージすると、理論の理解は、少なくとも理論の理解はですね、スムーズに進むかと思います。お金を介在させないっていうことがね、お金を介在させないっていうことが、この経済学、マクロ経済学の初歩的な理論を理解する上では、経済成長論みたいなものを理解する上ではかなり助けになるかと思います。ということでですね、こう作られたものを今食べるのか、あるいはそれを今はちょっと我慢して将来もっと食べられるように投資するのかっていう、このこういうことですね。もう一回、投資は不老変数、資本はストック変数と、資本はストック変数というのを、まあ思い出してもらって、このキャピタルアキュミレーションイクエージョン、資本蓄積式というのがあるんですけども、ちょっとこれをね、大事な式なので、これをちょっと今理解してもらうために説明したいと思いますが、 K というふうにね、よくマクロ経済学ではこの資本の量を表します。 T 時点までに蓄積された全ての資本、例えば建物とかインフラとか機械設備とか、そういったもの全部
含んでね、KT というふうに表します。で、これが、こう、毎年毎年どういうふうに変動、蓄積されていくかっていうことなんですけれども、来年度の資本ストックですね、これは2つのものによって決まるというふうに考えられます。1つは、今年度新たに投資されたものですね、投資されたもの。これ、インベストメントの頭文字を取って、IT というふうに表します。もう1つは、今年度からの、持ち越しです。持ち越しです。ね、建物とか設備っていうふうに、なくなっちゃったりしませんからね。なくなったりしませんので、持ち越されます。ただし、丸々、KT が丸々持ち越されるのではなくて、少しこの、古くなったり壊れたりするというふうに仮定されます。これがですね、この 1- デルタっていう部分がそうなんですけれども、デルタは0と1の間の数字というふうに仮定されまして、この今の資本ストックのに 1- デルタをかけたもの。これがですね、来年度まで残ると。来年度の資本ストックになるというふうに仮定します。このデルタはですね、例えば、そうですね、0.1 だったら 10% がね、10% が古くなったり壊れたりして消えちゃうというような仮定なんですけれども、このデルタはディプリシエーションレート、ディプリシエーションレートというふうに呼ばれます。ディプリシエーションはですね、多分会計学では減価償却みたいな感じで翻訳されると思うんですが、マクロ経済学、経済学ではディプリシエーションはですね、減価ではなく減毛というふうに訳します。減毛ですね。だからこのデルタは資本減毛率というふうに呼ばれています。だいたい年間そうですね、6% とか、まあ、そんな感じに仮定されることが多いと思うんですけれども、いろんなそのそうですね、インフラ、機械設備、あるいはもうそのソフトウェアみたいなね、知識系のものも、知的財産も含むと思うんですが、それが古くなったり壊れたりして消える分ということです。この資本蓄積の式、後々出てきますので覚えておいてください。来期の資本ストックは、今期の資本ストックの持ち越し、プラス新たに投資された分ということですね。それで、今期のリソース、生産物、GDP は、今の消費になるか、来年のための投資になるかと、この2つに分けられるという考え方です。さあ、今ここまでね、5つの予備知識を踏まえた上で、それでは、3つの理論を紹介していきたいと思います。まずは、マルサスさんの経済成長理論です。